してたわけじゃないんですけど、最近そうなんかね、まあ動画の中でもともくんって言ったりまきちゃんって言うんで、もういっかって感じで、まあ子供が名前出てるのにね、親が出さないっていうのもどうかと思うので、もうパパとママ名前でいきます。はい、まあ自分のことはねパパとかママって呼ぶけど、うん、パパが呼ぶときはもういつも通りまきちゃんまきさんとか言うし、まあ別に名前で言ってくれて、まあ、やっぱね人間なんで名前で呼ばれたいよ。あ、コメントで？コメントでも、あ、そうそう、コメントでね。あ、でもなんかコメントでもすでにともくんって呼んでくれてる人いるよ。本当に？うん、嘘、うん、それは嬉しい。なんかともくん連れてってあげてみたいな。あ、それは嬉しいね、うん、やっぱね、パパママって、まあ、どこの家のパパもママも一緒の呼び方じゃん。うんうんうん、だからせっかくね名前があるから、うん、まあ、どちらかというと名前でこれから言ってくれたらいいですよ。はい、街であってもともくんとか言ってくれたらおおってなるよ。それはちょっと NG で、やばい、やばい。この間さ、ママのうどんにさ、辛いの入れたじゃん。うどんに辛いの入れたね。風邪ひいてる時か、ママがね、うん、これか、あの時ママさ、何の服着てたかな。あの時何の服着てたかな、覚えてないや。あの時パジャマだと思う。パジャマだよね、パジャマ、パジャマ、うん、まだトモくん、マキちゃんでいいですよ、これからは。はい、ね、パパさん、ママさんじゃなくていい。はい、お、名前がある人間だ。はい、はい、ということで、今日はまあ名前公開記念じゃないけど、今日はね、ちょっとソナちゃんは見てもらう感じの動画。そうです、ね、パパの持ち込み企画です。はい、ね、知ってる人は知ってると思うんだけど、パパとママは小学校からの同級生なんですね。はい、っていうことは、小学校普通の公立だったので実家がそれぞれ近いんですよ。実家同士が近いっていうことで、いつも見たことがないパパとママの過去の何か品、うん、ものを実家からお互い掘り出してくる。はい、まあ、恥ずかしいもの、自慢できるものを見て見てっていう、何でもいい、うん、面白いものでもいい、を実家からそれぞれ持ってこよう。はい、この企画を言ってママも持ってきてるんだよね。もう言われた次の日に取りに行っちゃった。そう、取りに行っちゃったみたいで、しかもその取りに行ってるところは取ってないんだよね。取ってないの。取ってないのよね、うん、そうで、パパだけまだ行けてないので、ちょっとパパだけ今から行ってこようと思います。はい、すぐ帰ってくる。はい、はい、ということで行ってみよう。はい、久しぶりの実家です。開けてみましょう。これが生まれ育った部屋でございますが、もう何部屋かわからないよね。もう帰ってくることないんで、もう多分ね、甥っ子めいっ子が、ほら、もう電気も、ほら、電球がもう切れまくってますね。こんな感じで、まあ一応ね、ちょっと広めの部屋ではあるんですけど、もう僕が住んでた頃の物置は全然ないです。まあちょっと探していこう。何があるかな。すっごいおもちゃ。まあこんなものもなかったんですけどね。なんであるの。多分、ここかな。記憶では多分ここの中に唯一多分ね、まだ残ってるのがこの、ここにいっぱい潜んでると思うんだよね。ちょっと探そう。楽譜ばっかりだね、楽譜。パパね、高校は音楽の勉強したくて音楽学校に行ってたから、これね、やっぱ楽譜ばっかり出てくるね。よいしょ、よいしょ。うわぁ、あー、うわぁ、うわぁ、うわぁ。ほら、当時からドラゴンボールが好きでしたね。今と全然クオリティが違う。しょぼいね。ね、これはなんだこれは、一体なんかネズミ、ネズミかな。やっぱりね、なんかわわ、まあいいか、母ちゃん怒るだろうな。よし、アルバム系とか、わわわ、多分ね、大学の時に使ってた、もうカバン持つの嫌だったから、これにね、全授業のね、あれ全部入れてたんだよね。受講表とかいっぱいあるね。ポジティブシンキング、ああ、心理学とかだね、勉強してたね、そういえば。見て見て、これ、評価不能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 、再試験あり、評価不能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 。もうここまで来たら人間否定だよね。ちょっとじゃあ何個かピックアップして持って帰るとしますか。いやいや、遅いよ。いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと持ってきすぎじゃない。いっぱいあった。そんなにないんだけど。いっぱいあったのよ、いっぱいあった。まあパパはちょっとパンパンパンでやるよ。どっちから行こう。ママから。ママから行きますか。はい、なになになに。じゃあ、古い順に行っていい。古い順に。面白いのいっぱいあったよ。え、あった。うんうんうん、古い順に行くね。古い順。なんか、うん、ソナに似てる写真があったの。おう、行きますね。はい、じゃん。え、
ソナに似てない？似てる？ソナに。え、似てないこれ。似てないよね。え、似てないこの顔、なんか。右でしょ？こっちこっちこっち。右でしょ、絶対。これお姉ちゃん。あ、お姉ちゃんか。え、似てない？こっちは似てるね。なんかふとした瞬間、鼻の感じなんか似てるかなって。 あれ、なんかあんまダメだった。まあまあまあ、なんか、はい、次パパ。あれでしょ、自分の可愛いの。次パパ。可愛くないじゃん。次は恥ずかしいやつ。お、恥ずかしい。私が2年生の時の作品です。はいはいはい、うん、じゃあみんな元気。違う、みんな元気っていうのは毎月先生が作ってくれてたんだけど、この絵やばくない、うん、あー、そう、上手じゃん。トモク。トモクなの、それ上手。ほら、なかなか恥ずかしくない。おお、あれなんかそんなに。でも上手じゃん、別に。そう、中身は、中身は字すごい汚いよ。わ、文集だ。ここ読むね、自分の記録。うんうん、好きな食べ物、焼肉。あー、変わってない。そう、うんうんうん、2月15日火曜日、ずっとできなかったあやとびが1分できた。とても嬉しかった。すまん、あのべ、あのとびやってみようか。はい、おめでとう。じゃあ、おめでとう。はい、次行こう。次ね、これはね、自分で紙芝居をね、友達とね、家で作ったの。へえ、紙芝居なのにもう4コマ漫画みたいになってるじゃん。4コマ漫画みたいになってる、これ。しかも1個ない。ほら、1個ないし。え、トモくん、これ何？何？サンタさんかな。いや、自分でストーリー考えて絵を描いて。まあ、なるほど、そういう子供だったっていうことだね。そうなの。はい、次行きましょう。ちょっとちょっと、なんかさ、なんかあんま刺さってないな。じゃん、じゃん、見て、パパおにぎりかぶってる。うん、おに、懐かしいね。へえ。これ可愛いでしょ。ほんとだ、懐かしい。はい、次。ここパパがゲロみたいな写真。あー、気持ち悪い。はい、次次次次次。覚えてますか。え、ママね、3年間ぐらい毎月、うん、あの付き合った記念日に手紙を渡してたんですよ、はいはい、3年間ぐらい続けてて、うん、なんかもう一生続くからもうやめた方がいいって言われて。あー、優しいって。これは第1号。あ、そうなの。なんであなたが持ってるの。私が全部持ってるの。あ、手紙渡すけど返されるんだ。やまして、トモくんが大好きです、だって。じゃん、これからもこんなマキをよろしくね、だって。じゃん、よろしくすぎるよね、ほんと。おお、え、これいつだ。初めて絵描いてもらった時のやつ。へえ、見てこれ、すごい。懐かしいよ。ともくんが、ともくんがこれね。うんうん、そんなの生まれる前だね。まちちゃんはこれ。そうだそうだ。あ、もう終わりました。終わりましたか。ちょっとじゃあパパ行きますよ。はい。なんかね、面白いのいっぱいあって、まあ、多いからパパパっていくよ、うん、これ何かわかりますか。わからない。わからない。小学校の卒業アルバムなんですよ。で、言った通りパパとママ一緒の小学校なんですよね。っていうことは集合写真にパパとママが一緒に写ってるはずなんです、うんうん、小学校6年の、うん、ちょっとそれを見たいなと。あ、はい、思いますよ。後ろらへんにいると思う。どこだ。これ。あ、いた。あなたは。あ、いた。これだ。これ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 。あ、これ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 。ほら、今じゃ写真出しますね。はい、これ、こことここ、どう。これ小学生ですよ。この時からパパとママはこんな近くにいました。変わってないでしょ。まあ変わってないか、ちょっとね、今顔パンパンだからさ、顔が細いぐらい。すごい、すごいでしょこれ、この写真。はい、次いきます。はい、何がいいかな。まあ、撮ったやついくよ。あ、これどう。ソナと一緒の年のパパ。あー、いいね。おう、じゃん、かわいい。七五三だよね、これ多分ね。見せて。はい。似てる、やっぱ。似てる。ほら、オオカミヘア。オオカミヘア。いや、似てるよ、だってこれ二人いたら兄弟ってわかるじゃん。似てる、だってソナに似てるんだって。似てない。3歳の時のパパです。似てないって。似てるだろ。はい、次行きます。パパ高校音楽学校だったんだけど、で、まあ、大学でも軽音で音楽やってて、その時のなんか卒業する時の寄せ書き、これ誰みたいなの。違う違う、顔が細いっていうのを言いたかったんだよ。これ見て、これ。あー、その時細かったよね。顔で超細い。写真で出そう。自慢のやつこれ。自慢じゃない、顔がこんだけ太ったっていうことで。まあまあダイエットでもしますよ、そろそろ。じゃあ、はい、次。じゃあ足んとろ。次、あ、これ小さな目って言って。何それ。幼稚園の時に先生と僕の母親がこう連絡帳で、さっき見てたらパパが七夕の時に願い事を書いて、その短冊を先生が綺麗にここに書き直してくれたの。いきますよ。もう今のパパと変わってない、うん、大きくなったらスーパーサイヤ人になりたいです。
だから集めてるの。スーパーサイヤ人になりたいですって書いてる。へえ。すごいでしょ。もう大変でしたっていっぱい書いてるんじゃないの。うん、大変でしたって書いてるよ、本当に。面白いの言ってよ。なんかすぐに人を叩くって書いてる。今と変わらないよ。ちょっと様子を見ますって書かれてるよね、完全に。いっぱい書かれてるもんだって。先生すごいね、そんなに書いてくれる。そうなのよ、そうなのよ。これ誰？あ、手形。これ誰？グリとグラじゃない。あ、手形一緒ぐらいじゃないの。あ、そうなの、一緒ぐらいじゃない、手形。押しみ、こう。ほら、一緒ぐらいだ。ほんとだ。すごい。まあまあ、次行きましょう。次は、これなんだ？そう、あんな七五三で可愛かったパパが、なんと、ヤンキーになります。だいぶ飛んだね。これはもう一気に出します。ドン、ドン、ドン。怖い。これ出すの？いいよ、別に出しても。怖いんですけど。や、心は優しい、ちょっとグレたやつみたいな。心優しくなかったよ。心優しかった、優しかった。え、でもさ、うん、かっこいいよね。あ、そう？ありがとう。この時は多分ね、目花粉症で描いて、なんか目一重になっちゃってるんだけど。細すぎる。細いよね。こんぐらいまで細くしよっか、また。どうどう。何その、それ気になる袋。あ、袋？あれ、レトロすぎる。まあ、これはパパはちょっと一時期こういう時期もありましたということで。あー、かわいい、かわいい。この時は鼻がそなりに似てるよね。鼻が、うん、鼻がそなりに似てる。大きくなったら、かわいいお菓子屋さんになりたいです。嘘だ、絶対嘘それ。最後、その袋めちゃくちゃ気になる。これびっくりした。パパこんなんあるの知らなくて、多分ね、母親がなんか置いてたんだと思う。この桃太郎の巾着、なんか桃太郎の巾着袋があって。初めて見たの。初めて見たよ。何それ。なんか開けたら、見て、ラブレターいっぱい入ってた。うわー、すごい。イエーイ。ちょっと読んでみよう、読んでみよう、読んでみよう。名前は出さないようにね。なんて書いてる。突然こんな手紙を渡してすいません、はい、これはラブレターです。正直な。駅であなたを見かけてずっと気になっていました。へえ。毎朝同じ電車に乗っているんですけど、できたら友達になってください。おお。あ、これ歩いてる時にもらってるんじゃないの。そう、全部直接もらったよ。お、見て見て見て、駅で初めて見た時、はい、一目惚れしてしまいました。 お付き合いをしてほしい。おーらららら、大胆な。私はどちらかというとブスな方だし、バカだから。ちょっと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 、好まないかもしれませんが。そんなことない。猫ちゃん、猫ちゃんか、ほんとか。そんなことないよ。このことは秘密にしてくださいね。だって、秘密します、します、秘密ですよ。すごいじゃん。あの、パパ中学校が公立だった、私立だったんで電車乗ってたんですよ。そこでね、いっぱいなんかもらったんだよ。めっちゃすぐ直すじゃん。うん、これ、枕の下に引こう。怖い。まあでも、みんなが喜ぶのはあれじゃない、やっぱ卒業アルバムの。え、そうだね。ソナの紹介は。ソナさん、3年で何かある、出すもの。お、なんかあるの。あ、あなたの赤ちゃんですか。なるほど。ね、こんなね、小さかったパパママも大きくなって、このソナちゃんができて、ソナちゃんも3歳にして赤ちゃんが生まれて、ね、これからは4人で頑張って生活していきましょう。はい、ということで、まったね。あれ好きだ。